脱衣大見物語。え、ってかすごくないですか。はい、今何連してます。今これ3回目かな。3連目。はい、まあまあすごいですね、うん、これが大見物語の継続力、継続力ですよ。あんな大丈夫だと思う。でもやっぱ僕もね、パチンコ打ちに行ったら海打っちゃうんですよね。そうですね。え、海の良さって何ですか。あのね、これ昔テレビでやってたんですけど、なんかこの海のこの横向きのリーチとこのあれって脳からアルファアーバーが出てるらしいんですよ。へー。なんか打っててもちろん興奮もするんですけど、なんか安心するんですよ。あー、これそういうことか。はい、横スクロールって実はあんま多くない。確かにこういうのが多いですね。とかこう、これだって海が発祥じゃないですかね、横スクロールさん。はい、おーい、ナイス。ネクタイは残しでしょ。いや、ネクタイ、あ、ネクタイ残し、うん、これ後輩じゃないですか。後輩どうですか。後輩可愛いです。いや、でもミスマリンちゃんって可愛いですよ、みんな。いや、正直でもやっぱり自分の代の二人が大好きすぎて、私大浦一子さんと水木ちゃんが大好きすぎて、あの二人が一番可愛いと思っちゃうんですけど、もちろん全員可愛いですよ。なるほどね。後輩さんたちも可愛いです。あんまあれですか、あんまり男性より女性の方が好きなんだ。違う、別にその恋愛感情はないです。あの、男性には恋愛感情ありますけど、まあ、そんなの持ったの何年もないですけどね。もうどういう男性がこの大好きなんですか。めんどくさくない人。じゃあ逆に面倒くさい人ってどんな人？え、なんか連絡いっぱいしなきゃいけなかったり、あのなんかデートとかしなきゃいけなかったり、あと、いや、それ付き合っとう言わへんやん。もうなんかどうやったらどうできる？え、ちょっとむずい。でもなんかだから休みの日は家でだらだら一緒にゲームやってるぐらいがちょうどいい。あとなんか別に別々のことしててもいいみたいな。はい、そうでもいい。お互いがなんか別々に漫画読んでたり、あ、そうそうそう、大好き、そういう人がいる。あ、じゃあちょっとこう膝枕しながらゲームして。あ、いや、それは嫌だ。なんかちょっと邪魔だな。付き合ってる意味ある？これはこういうの無理なんでしょ？うん、ちょっと、いや、まあ、真剣に考えるの。膝枕しないんですか、じゃあ。え、膝枕しないんですか。膝枕ってなんか足だって痛くなるじゃないですか。いや、そうやって体のどっかを触れ合っときたいって思わないのかっていうね。それは付き合ってるわけですから。別にそんな常にしてなくたっていいじゃないですか。そういうことする時間ってあるじゃないですか。なんかそんなにしといたらいいじゃないですか。まあまあ、いや、それは付き合いたいでウィウィしいときはって、やっぱ特にずっと手つないどくとかそういうちょっとあるじゃないですか。1ヶ月は頑張る。頑張るんかい。でも2ヶ月目からはちょっと多分きつい。あ、じゃあちなみに今まで一番長いこと付き合ったのってどれぐらいですか。1年半。あ、まあ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 、まあ、それはどんな別れ方したんですか。本当ね。え、どんな別れ方したかな。あ、振られた、振られる、あ、振る派、振られる派。あ、まあ、振る派っぽいな。振る派だったんですけど、いや、なんかあの言っても分かってくれないことってあるじゃないですか。例えばゴミはゴミ箱に捨てろとか。はいはいはい。それは小柳さんはちゃんとしてる。てる。彼氏がしない。そう。で、ちゃんとゴミはゴミ箱に捨ててねっていうのを言っても全然治んなくて、あ、この人は一生治んないんだなって思って別れました。怖いわ。例えばそういう感じ。怖い怖い怖い。ちっちゃいこと。そんなちっちゃいこと。そういうちっちゃいことの積み重ね。だからご飯食べたらお皿洗わないとか。で、お皿洗わないで。ご飯作るんすか。
いや昔は作ってましたよ。すごいすごい。昔はね、あそういうのもじゃあできるんだ。あでも、はい、その洗い物してくれないとか、その食べたら食べっぱとか、もうでカビ生えちゃうみたいな。カビ生える？え、そのカビ生えるまでに小柳と洗わない？え、最初は洗うけど、もうちゃんと自分のことは自分でやってねって言って、自分のものは洗うけど、それだけ置いといたらそれカビ生えるじゃないですか。でそれを捨てたりとかするやつ嫌だ。もう本当嫌だな。本当クソだな。クソみたいな男としか付き合ったことないです。そんなことないと思いますけどね。それ聞くだけやったら全然ダメな男感伝わってこない。え、だから部屋汚いとか。じゃああんまりその男の人の世話をしたいとは思わない。お前勝手にやれと。お互いにもうあんまりだからあんまり干渉したくないと。すごいドライドライな感じなんですね。終わりました。よっしゃー。いやまだね、これトミーだいぶチャンスです。あのまだありますから。まあ確かに昇格チャレンジ。確かに、うん、確かに。ミスマリンのお仕事の中でこの現場はきつかったとか。なんか私高所恐怖症なんですけど、バンジージャンプも2回飛ばされたし、スカイダイビングも2回飛ばされました。やってんねや。バンジーはなんで飛ぶんですか？え、なんかその番組で爆泣きしました。爆泣きしながらもやるんや。いや私は NG 出してるけど事務所が NG を認めてくれなくて、これだけ OK ですって言われちゃって、はいはい、いやそれでやるんが偉いわ。だってダメなんでしょ？ダメです、ダメです。でも結局そのだって事務所が OK しちゃってるんで、できないですって私が言ったところで、それって契約してるのは事務所じゃないですか。恐ろしいなって思って、いやなんか泣きながら飛びました。どうでした？あでもな、いや大丈夫偶数なんだよ。あおー 70% 外れろ。 70%まあまあまあまだね。これ滑るな。 OK OK OK。 ノーカン、ノーカンけど、ミスマリンにバンジーさせる意味があんまりちょっとよくわからない。いやなんかあの私たちの6代目って CD とかも出してるんですよ。でそれもいろいろあって、その番組でメンタルを鍛えるみたいなことをよくさせられてたから、山登りしたりとか。あだからおっしゃー、よっしゃい。顔がね、あなたと付き合って10年ぐらいになりますけど、もう一番嬉しそうな顔してたかもしれない。よっしゃい。これ7000円ですごい。いや、まあまあすごい。はい、取りました。はい。メンタルを鍛えるためにバンジーしたり、山登ったりとか、山登ったり、あの煩悩、煩悩を消すために肩バシンやられる。あのいや、あの煩悩の、煩悩の、わかります？いや、わかるわけないだろ。高尾さん、あの山のなんか山の煩悩を消すための、何回煩悩言うの？山の煩悩はないよ。あるんで置物みたいなのが、そのくるくる回すと煩悩消えるみたいな。え、ね、ちょっと私モード変えてみてもいいですか？無視しないで。あ、して、してください。変えて。あかん。アトラン、何やってましたっけ？トレジャー、トレジャーです。じゃあ私アトランク。トレジャー変えて矢先に当たりました。ラグーン行きます。これ一番王道のね。あ！よし、これどうなる？かわいい。めっちゃ可愛くないですか？ブルブルってね。あ、はい、わかりました。はい。頑張れ！頑張れ！頑張れ、頑張れ！頼むで！頼むで！いやー！やった！足ぶつけた！嬉しくて。おー。ベルト外しました。トミー、あ、いいですね。もう蓋開けるの怖いんであんまりいじりたくないんですけど、小柳さんも明らかに変態じゃないですか。え、全然
自分が思うこう変態ポイントってどこなの？誰の？自分の？まあ自分でも男性みたいに。ああ。え？この人変態だなって思う瞬間？いやいや、すげえよ。普通の人は違うやろうけどみたいな。あ、ちょっと待って、ちょっと待ってでも泡立ちなんだよな。当たんな。六や。ああ、そう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 。ああ。おお。ベリベリベリー。行くで。引き戻すぞ。よっしゃー。ナイス。いいです。ブルンブルンしちゃった。ブルンブルンしちゃった。ナイナナ。ナイス。皆さんやりました。よし、じゃあこれを取ります。はい。物足りんけどね。まあまあまあ。ちなみに私はもう1万発ですね。1万発超えました。おお、すげえ。トミー今日強い。今日も全然いきますね。え、で、何でしたっけ、さっきの変態。ああ、そうそう。多分他の女性やったらそんなところにグッと来ないけど、私が来る変態ポイント。なるほど。え、でも手が綺麗な人が好きです、まず。手持ちです。トミー綺麗です。あー、カメラマンの人と目が合ったんです。え？ 笑ってはったんです。あー、なんか顔おかしくなさそうやったんです。あー、今その手が綺麗とかって変態度低いですよね。低い。トミーやったら？トミーやったら？あ、僕の女の子が。はいはいはい。いや、いいですよ、別に。やばかったらかけよって言えるんで、教えてください。あれですよ、はいはい、そのおっぱいはやめて。おっぱいが大きいとか言わないでね。いや、そんなん変態じゃないじゃん。いやいや、うちのトミーはそんなん全然。そんなんもう、あんなもんまだね、うん、デコピンみたいなもんです。やっぱりなんていうんですか、こういう最中に、うん、変なこういう最中。あ、マリちゃん来た。お前話聞いとけよ。なんかお前言うてもだよ。扱いが扱いが。ああ、はいはいはい、で最中に最中になんか変な音、なんか変な音、なんかバーンみたいなね。おい、それはあかん、それはあかん、それはあかん、ほんまにあかん。それをああみたいな、ごめんみたいな言ってくれる子がいい。続けんねや、まだ最後まで。別にそれ変態とかじゃないじゃないか。なんかなんというか、なんか恥ずかしがり屋さんが好きなのかな。あ、そう、ちゃん、なんか恥じらいを持ってブッてなったら。いや、続け。親柳やめとけ。オープン。いや、熱いっしょこれ。熱い、滑るやつや。 あ、滑る、うわぁ、ここでケケケケ言うたら書くへんやけど、言わないね。止まってからのよっしゃー。オッケーオッケーオッケー。これね、でも気づいてました、トミーも滑るか滑らないか判断するの早い。分かってんすになるかならないか。僕分かってんすよ。どこでなんで。それは言えない。言えや。いや、簡単な話、次当たるとき言いますわ。はいはい、ちゃんとそういうところ紹介してあげる。ああ、そう。まあこんなん海ファンからしたら、はい、まあ、当たり前すぎてちょっと言えないぐらいの。恥ずかしいんですか。でも一応言っときますけどね。あ、お願いします、うんうんうん、覚えてるかどうかわかんないですけどね。覚えとけよ。覚えたってくれ。一生懸命やっとんの。そう、ちょっとだから言いますよ、次当たるとき。お願いします。笑い方がやっぱ可愛いですよね。いや、そうなんですよ、やっぱね。大口開けて笑ってましたけど、さっき。いや、それでもなんですよね。わかる、それはわかる、ね、僕あれ無理なんですよ。例えば一緒にハンバーガー食べに行って、おうおうおう、ちっちゃく食べる人わかります。なえるポイント、女の子の。もっとね、しっかり食べてもらいたい。へぇ、
だからそういう雰囲気が。あ、逆？僕は食べてほしいんだ。もうなんか、いや、僕食べてるんとか見たくない。ああ、うん、いや逆ですわ。もうなんかそういう人間のなんかそういう食うとかうんこするとか。そんなん一番生々しいじゃないですか。いや、だからいや、そんなんがないのにギャップがええんて。え？乱れる、その時だけはもう別人になるみたいな。目が怖い、目が怖い、みたいな。もう目が怖いからこっち見んといて。あと僕もう一個聖域思い出した。聞きたい聞きたい聞きたい。その最中に、はいはい、こうまあこう顔ちょっとリーチでもあいい2だからいい、どうぞ、はいはい、どうぞ、はいはい、どうぞ最中にね、はい、こうパッとこう目が合う時とかに これにこう毛が「お」とかがついてたせがいいのいいの、まあ、頭湧いてんのかいや女子的にはなんかあの「い」がなんでついてるかっていうとなんでここに「い」がついてるかっていうの歩みもう言うな嫁入り前やぞあかん払いたいいやでもだから理由としてはだってここに自分のがつくわけはないでしょ。うん、けどさ、そのそうそうそう何をなんかしてたわけじゃないですか。でもあれ女子側から言わせると本当に方が口の中にあるとあの違和感やばいですよね。いやそれはいや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 ちょっと待って、うんうんうんじゃないそこも、もう今説明する忘れたわもう今女の子ってやっぱりそういう会話するんですか？ミスマリンでそんな話するんですか？いや、あのミスマリンの2人本当に清純なんで、そういう話、いやごめんなさい、清純っていうか、あ、擦れてない感じなんですね。そうですね、そうだった感じがします。だからそのエッチな話とか、その例えば彼氏の話、今そのそれこそあの一緒にマリンちゃんとしたオーラ一子ちゃんも結婚してママなんですけど、だその時あの今結婚した旦那さんとあの付き合ってたんですけど、はい、あそっちか、はい、もうあネックレスを取って、よーだいぶね、うん、だいぶ剥がれてきましたよ。いよいよね、うん、皆さん差し迫ちょっとで迫ってきましたよ。やばいなぁ、よーしよし、あとでもめっちゃあるけどじゃあピアスダメでしょ、もうこれでしょ、もうタンクトップでしょ。いやまあ確かにな、ちょっとピアスはやりすぎか、ピアスはちょっとなぁ、まあそろそろね、もうそろそろこのねタンクトップに。でも私パンツにくくしただけの姿が見たい。そんなん勝たなくてもなんぼでも見せてあげますよなんぼでもいいよ。この人はあの昔店長やってたんですけどね、はい、なんかそういうネットとかにチラシに載せるんですけど、その時上半身裸で載ってた。じゃあもう脱ぐのなんか余裕じゃないですか。いやまあ余裕っていうね、不快を与えるかもしれないんで、やっぱちょっとどうかなと思う。大丈夫、不快じゃない。この人が店長やってたお店の前にサイゼリアある。そこ行って全裸になるよ。それはサイゼリアが、サイゼリア定金になるでしょうね。そんなある定金って。いやまあ裸で入ったら定金ですよ。いや裸では入ってない。どの程度の。いや普通にあのもうご飯食べて、うん、机の上に置いてたのチッキンを。おい小屋だ。え、ちょっと本当本当本当マジマジ。いやあんま覚えてないけど、マジ飲んでたの。そうそう、バリバリ飲んでて。あ、当たったけど4だ。小柳って、はい、本当の名前ですか？あ、本当の名前なんですよ。あゆみも。あゆみも小柳あゆみ。そうなんです。生まれた時から小柳あゆみです。本当やったらそりゃそうでしょ。あ、でも、あの、お父さんが私と実は亡くなってて。いや、悲しい話。で、その後。でって言われても、ちょっとどうかなと思う。うん、で、その後再婚して、新しいお父さんできたんで、今の名字は違うんですけど、言われる時からこれ
ブーン。おおおうせやろ。スプーン。やったー。ナイスー。あーこれいきますよ。ダメこれダメ、あのあれなんですよ。えこれはさ、これこれキス。何まあ喋ってた、喋ってたから。お前プロやろ。これキス、こっち素人やけど。これキス、奇数です、奇数ですよ。いや奇数です。そう、昇格してスーパーラッキーになったでしょ。あ、じゃあ小柳さん、小柳さん奇数わかるんですよ。わかる。1、3、5、7、9。トミー説明中途半端になった。いやそうなんです、またまたですよ。まあ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 、小柳に邪魔されましたわ。呼び捨てになるまで出会って2時間かかってた。すげえ女だよ。おい、あ、まだでもまあファウルチャレンジありますから、これで昇格したら小柳さんもう一枚ですよ。いやなんで、おお押してみる。なんで押してみる、押してみろ。外れろ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 、うわー俺押してた、当たってたわ。てかでもそう、天の声に言われたのがそのもっと動画とかで見てると身長低いと思ってたって。そうなんだ。ああなるほどね。あそうそうそう、だからいやマリンちゃんはじゃあ何165センチ以上とかそんなわけでもない。そんなわけでもないんですけど、例えば私たちの6代目だと私が一番小さかったんで。へえ、そうなんですよ。そうなんや。だってレースクイーンもされてるんでしょ。あれ、えこれ当たるわ。うわー、すげー。うわなんかずるいぞそれ。はい、 T シャツじゃん。着るでしょ下着ぐらい。ちょっとヤバなってきましたね。いよいよ脱ぐもんが。一応ね、時間があるんで。あそうか、15分ぐらい。えいやこれまでにちょっと勝負つけな。えね、な当たれ。トミさん引いてほしいな。せめて上ぐらい脱がせたい。当たれ。おい、ダメ。はい、説明します。説明します。あれです、貝があるじゃないですか、はいはい、で単発で当たる。でこうやって動いとったら格炎に昇格するんですよ。あー、え次見てみよう。で止まってたら、当たった瞬間に止まったらアウト。ああなるほど。ずっと動いてたら変動。あこれは覚えられる。それぐらいなら覚えられた。で私をそうやってあのお客様に教えてもらいました。ちょっとヤバいお客さんでしたけど。どんなどんな。もうそうやってめっちゃ教えてくれる時あるんですよ。だからあー言うて、怖い。はいっつったら、お前言うて、さっき魚群流れた言うて、ああよかったっすねって。こっちから流れた言うて、こっちから。ほんだらあのその人の足元に落ちちゃいました。あかん。そういうのが見えちゃう、見えちゃう。あ、うん、小柳さんとか見えないんですか、そういう逆とかに。逆に見えない。マイアミ、マイアミ。よし、あなた本当打つの忘れますよ。もう今日5、6回目ですよ。そうなんですよ、もうや嬉しすぎるんでしょうね。じゃあすいません。いやーやりましたよ皆さん、やってやりましたよ。どう脱ごう。肩にはまらない感じがね。そうです、鳴らしてくださいよここ。はい、よーす、ゲームセット。終了です。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。また今回もいつも通りね。はい。
がっつり仲良くなりましたね。いやーちょっと予想以上にね、ほぼほぼ下ネタでしたけど、でもね、はい、ちょっとオープニングよりもあの立ち位置が近くなってたの、はい、今気づかれました。うん、お仲良しこの人いつもそう、そうなんですね。小柳さんのキャラクターに救われて楽しかったですか。うん、ね、もうちょっとお腹痛いもん笑いすぎてね。うん、見てください、トミさんやりましたね。はい、もう皆さん見てください、やっとりましたよ。どうですかこの洗練されたこの美ボディ、まあ、あとはこれも私のこのね引きのおかげですよ。いや本当に、うん、まあ、あとは大見物語がやっぱ爆発力こんだけあるんかと、やっぱ改めていうところをね、改めて気づかされたら面白いですね、うん、試合になったと思いますよ。覚えましたもん、タイが動いてると移動して恒例の、はい、今日の1枚1枚ということでお絵描きタイム、はい、はい、本日のテーマは小柳さん立っての希望で、はい、はい、何ですか。クジラッキー、はい、ラッキーでのお絵描き勝負となってるのパチンコファンならもうイメージパッとできるようなキャラクターですからね、うん、もう簡単かなとは思いますので負ける気しないですけどね、はい、それでは小柳さんのクジラッキーお願いします。じゃん、まあまあまあ、悪くな い, い, いこれはそうなんですよ、 これ答えですけどね、はい、あ、はい、なんかちょっとデブなんですけどデブラッキーデブラッキーなんですけど怒られますよ。まあ分からんでもないですねえ、でも私結構うまいと思う。うまい、悪くはない。え、だって私サインにいつもクジラッキー書くんですよ。あ、ずる、あー、なるほどね、ずる、だから言ったんや。いいの、だって私水着になってるんだもん。それじゃあ、はい、行きましょうか。トミー、トミーのクジラッキー。クジラッキーってすごいあの献身的なんですよ、はいはい、でやっぱり無人島とかで、はいはい、もう人がやっぱ遭難してたりとか、はいはい、もうそういうシチュエーションってやっぱあるんですよ、海だから、はい、広いから、はい、でうーって言って、あ、植えてる人がいると、うん、僕を食べてって言って俺なんか聞いたことあるやつやな、僕を食べてってこうやって言ってこれメイドだなと思って、これあのだいぶちょっとこう目も食べられてDHA が、ね、DHA、怒られるよ小柳さんの勝ち、あったー本当なんね、僕サインを見て怒られますよ、本当に怒られますよ。いや、ストーリー聞いてくださいよ、Cストーリー。クジラッキーの原型が一個もないじゃないですか。マナちゃん負けました、負けました、いいですよ、もう何でも、そっか、はい、え、そっか、はい、あの、あれどうぞ、パンツ靴下パンツ靴下が見たい。え、ちょっとでも着替える、ちょっと着替えれるとこが場所が欲しい、ここでいい、ここでいい、そこの後ろ回ったの長いんですよ、うん、そんな貯めるほどのもんじゃないでしょうわー、なんかじゃあトミーエンディングをお願いしていいですかサムお願いします。はい、はい、そうですね、確かに、でも健康的な番組ですよね。確かに確かに確かに、サムとマリンちゃんということで、ね、はい、また会いましょうね、はい、うん、いただきました。来週ありがとうございました。